委員長の方はどうなったのかな。何らかの方法で信号を遮断したのは確かだと思う。けど、もし本当に委員長の言ったように彼女がかなりの実力者だったら、そんな小細工をする意味はないはず。うん、委員長を信じよう。あれは確かに退去検診だった。でもあの辺に破壊の兆しは見られない。委員長はきっと何らかの方法を思いついたはず。私、委員長が手に入れてくれたチャンスを無駄にはできない。学園長？キアナ、そっちはどうなってるの？すでに目標位置に着いたけど、オットーはまだ発見してない。フカは？展望台の方で今まで見たことのない人と遭遇したの。彼女は天命のバルキリーだと言ってて、委員長の知り合いだったみたい。委員長は時間を稼ぐためにそこに残ったの。わかった。展望台ね。救援を向かわせるわ。ついでに他のチームの進捗を共有するわね。スパルタクスシステムの設置は順調よ。ブローニャたちもオットーが置いた防御を突破した。うん、さすがブローニャだね。ええ、けど気をつけなさい。形勢は私たちの方に傾いてるけど、なぜか彼は全てを掌握しているという予感がするの。その話だけど、学園長、私と委員長も。どういうこと？うん、電波が切れたんじゃなくて通信機の故障？どうして？新たな駒がそろそろ置かれる。人力では干渉できないような状況にも段取りの余地はある。嘘ではないよ。もし来るのが僕の古い友人なら、むしろ少し厄介になる。あの惨劇を生き残った彼女には経験があるからだ。この声、おや、二人目の客人はいいタイミングで来てくれたようだ。あった！それに、あれは、黒煙白火。